今日は担任が突っ込んでみた。いや、どういうことだよ。はい、授業を始めますよ。着席。いや、まずは起立だろ。いきなり座ってどうする。いや、なんで俺のコスプレしてんだよ。では、1時間目は給食だ。そんなわけないだろ。1時間目は現実逃避だ。いや、現実逃避なんて授業あるか。1時間目は国語です。この四角に入る漢字がわかる人。答えは1日1膳だな。はい、1日1食。いや、少ないだろ。3食食べないと成長しないから。突っ込むとこそこかよ。食べる量じゃなくて答えが間違ってること突っ込めよ。はい、1日1万円ください。いや、俺の方が欲しいよ。安月給なんだから。突っ込んでるようでだんだんおかしなこと言い始めたな、この人。はい、1日1日あ、生きていくっす。大切に大切に。いや、どういう意味だよ。意味はわかるだろ。っていうか、四角から文字はみ出しまくってること突っ込めよ。じゃあ問題を変えますよ。なんでだよ。そこは突っ込むとこじゃないだろ。次のことわざを完成させなさい。はい、犬も歩けば疲れる。それくらいで疲れるか。犬の脚力をなめるなよ。いや、それ何切れだよ。はいっす、犬も歩けば棒に振る。いや、俺の人生と一緒かよ。悲しいこと言うな。はい、犬も歩けば腹が減る。俺も腹減った。いや、腹鳴らしてないでちゃんと突っ込めよ。はい、犬も歩けば1頭最高12億円が当たる。お願いです、僕に1割ください。もう情けなすぎるぞ。いや、チャイムみたいな音だな。チャイムの音だよ。じゃあ1時間目の授業はここまで。なんでだよ。だからそこ突っ込むとこじゃないから。キリーツ。なんでだよ、まずは着席だろ。いや、合ってるから。いや、腹減ってんだから飯の話するなよ。それはもうツッコミじゃなくてただの文句だろ。じゃあうちは帰るっす。さようなら。だけが人生か。変なノリツッコミするな。レイ、おやすみなさい。寝た。そんなことしたら夜眠れなくなるだろうに。このクラスまともじゃねえ。あんたのツッコミこそまともじゃねえ。